そうですね。あの頃は自分が何になりたいとか、何をやりたいとか、何にも決まってなかった決でまってすなかった。ね。オーディションに行っても落ちてばっかりで、大学生といってもサークルにも入ってなかったので、エンジョイしてなかったそうだし、ね。二そうだ。十歳になれば大人になると思ってたけど、何にも変わらなかったことを覚えてますよ。そうなんですね。さらに、大人はどんどん頭でっかちになっていくと指摘した萌えさん。最後はこんな風に締めくくっています。だからこそ頭ではなくて心動かされるものをたくさん見つけて生きてほしいって思ってます。自分が楽しいと思えることとか、ときめくこととか、夢中になれること、それをたくさん見つけてほしいです。